私の人生の中では結構大きいところを占めてますね。一目惚れしました。それに惚れて自分もそうなりたいと。もう人生そのものって感じになりました。ポケモンです。幼稚の時からずっと好きな作品なんで、私の人生の中では結構大きいところを占めてますね。人生変えたのはテニスの王子様。小学生くらいかな、好きになったのが。まあ真似してテニス始めてみたりとか。そうだったんだ。そうそうそう。こういうアニメとか漫画とかを読む好きになるきっかけとかになったので。アニメって言ったら歌のプリンス様です。初めてキャラクターの中の一ノ瀬トキヤを見て一目惚れしました。私は多分最初オタクになったのが D グレーマンっていう漫画が最初でしたね。やっぱりもうすごい世界観に引き込まれて、もうそこからオタクの道に入ってしまった。ケロロ軍曹。絶対無敵雷神王というロボットものなんですが、小学校のクラスが主人公で暑かったです。僕がコスプレを始めたきっかけになったアニメが歌のプリンス様で、歌を歌ってるの姿が男キャラなんだけど、それに惚れて自分もそうなりたいと。歌のプリンス様がすごい好きなんですよね。一期のアニメを見てすごいハマって、友達も増えたりして。ベルセルク悠々白書です。爆竜戦隊はバレンジャーっていう戦隊ヒーローがあるんですけど、その追加キャラにすごい心を動かされて、春休みにはレポートを彼で書きました。歌のプリンス様っていうあれに出会ってからもうバイトとかも始めるようになって。偉い。むしろそれがあってアニメにどっぷりハマった作品になっています。セーラームーンです。セーラームーン。店に影響を受けたのはセーラームーンです。なんかもう人生そのものって感じになりました。私はもちろんテニプリですね。ジブリは何かと影響を受けてるかもしれないですね。あとはセーラームーンですかね。私は変身ものが好きで、セーラームーンとか好きです。ドラゴンボールです。好きなキャラはベジータです。あさって映画見に行きます。私は銀玉です。もう空知先生は最高だし、銀さんもかっこいいし、声優もみんな素敵な人たちばっかりで大好きです。私はセーラームーンです。いわゆるヒーローが好きだったので、もう悪と戦うとか、こうそれの女の子版っていうのがいいです。私はワンピースです。中学校ぐらいからずっと続けてファンです。金色のコルダ。ゲームです。遥かなる時の中で。いや、でもやっぱりエヴァはかなり変えたというか。ああ、やっぱり鈴宮春日の憂鬱ですかね。高校生の頃見てすごい印象受けたというか。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。結構いろいろ考えさせられるものも多い。ロジャーラビットです。実写とアニメのコラボっていうのがすごい衝撃的だったので、人生変わりました。ベイマックスがすごい好きで、主人公のヒロがめちゃくちゃかっこよくて、その兄弟の愛が本当に素晴らしくて好きです。私はクリーミーマミがすっごい好きで、はい、そこから変わりました。なんか普通の女の子がアイドルとかすごい可愛くなるのがなんか惹かれました。はい。名探偵コナン。なんか読んでると自分頭良くなったみたいな。